大人のご覧の皆様、こんにちは、クリス松村です。今日はもう本当素晴らしいボックスセットというか、元はこのスイート16というね、1992年ですよ、発売のアルバムなんですけど、これがまあ豪華、6枚組というか、まあ2枚組が2枚、2組入っているので、この2枚プラス2枚組が2枚、これがねすごいボックスが出ちゃったんです。そしてブルーレイなんと1枚、まあ、これからね、ちょっとご説明していきますけど、この内容がすごいわけです。さらに、やっぱり、ボックスセットですから、他に魅力ないのかというんです。皆さん、ドドッと開いて、はい。もう、このポスターかっこいい。ね、今、あまり大きすぎると、飾るのも大変だっていうところ、ちょうど、ポスターで、こう、これが入っている。見ただけでも魅力的じゃございませんか。この、フレット、もう、表紙から、この表紙だけで、素晴らしいです。わかりますか、聞こえますか。これはいろいろな素晴らしい解説写真、それから、ご本人のね、当時のお話とかいろいろなものが入ってるんですけど、もうこのスイート16を当時から、そして今から客観でいろんな視点でこの見ているっていう、あらゆるものがご覧になれるので、ぜひこのブックだったりお楽しみいただきたいと思うんですが、でもね、やっぱりこのスイート16というアルバムは皆さんがどう感じるかっていうのはそれぞれだと思うんですね。でスイート16って最初に私このタイトルを当時聞いた時にすごく皆さん笑われたんですよね。ブライアン・アダムスのサマーオブ69を思い出しちゃって、69とか16とか17とかってなると年代だと思うんですよ。まあもちろん当たってたわけですけど、16、それを聞いて、このジャケットを見た、チェリーパイのジャケットを見た瞬間に、あ、佐野さんがなんか原点回帰されるのかな。それはなぜかっていうと、まあ私も佐野さんと私のミュージックのテレビ番組でご一緒させていただいて、まあそこではビースターズとかナポレオンフィッシュと泳ぐ人、あそこら辺の話を結構したんですけど、ニューヨーク行ったり、ロンドン行ったり、いろいろやはりデビューの80年からずっと冒険というか、新しいもの、いろんなもの、音も変わってきた時代だから、いろいろ探求したいっていう気持ちとか、いろんな話聞きましたけど、この92年になって、スイート16って、やっぱり甘い16ですよね、直訳すると簡単に。だからその当時の、やはり原点に戻ってるのかなと思って聞いたら、その通りだった。もう素晴らしい、佐野さんの周りの音楽っていうものを、もうその影響を受けたもの。っていうもの、いろんな、だからどういう音楽ですって一言じゃ言えない素晴らしい流れがあるわけですけど、今回やっぱり皆さんもたっぷり聞いて、これ素晴らしいって思ってるのは分かってると思うんですけど、やっぱり注目は同じジャケットをしたまず2枚目ですよね。これ2枚目とあえて言わせていただきますと、ディスク2に当たりますけど、ここにこのちゃんと書いてありますけど、ミスターアウトサイドのコンプリートバージョンがまず入っています。でこれは当時作る過程において生まれたものなんですけれど、それをコンプリートって言ってるんですけども、もちろんこの最初に公開された皆さんご存知のバージョンがコンプリートだと私は思ったりしてますけど、あ、こういう過程があってハッピーエンドもこの後に収められてる、これ未発表です。今まで発表されたことのない音源なんで、あ、そういうことなのかっていうふうにいろいろ皆さん感じていただきたいし、佐野さんご自身もね、もうたくさんいろいろレコーディングバージョンされてるから、どのバージョンが残ってるとか、そういうことを正確に覚えられてるわけじゃない、そのものが、マスターテープって言われるものが、多分すごい膨大だと思うんですよ。そこから見つかったもので、こう公開されたものがあるっていう。でも、これだけじゃまたないっていうところがミソで、ここのライブ版がありますね、これ2枚。この、シーファーマイズツアーのパート1とパート2。実は、このアルバムが発売されたのは、これとこれの間なんです。この間なんです。ですから、これは、実は、これも聴いていただいて完璧です。完璧な全てバージョン。これも完璧。全部聴いて初めて、スイート16を作る過程というか、その時の心情とか、そういうものも、なんかこう、感じていただけるような、そんなような素晴らしい完璧なライブがついています。そしてさらにはですね、皆さん、映像もついております。あ、時系列先に言うと、これが最初で、その間に発売されて、それからこのエンディングのツアーという、だからこのアルバムが間なんですね。でその映像、これは93年の1月24日ですから、つまり発売された次の年の映像がブルーレイに収められているんですけど、皆さんがご存知の
ない映像も実は収められてます。その映像が割とあのなんていうのかな、感動するというか、なぜカットされたのかっていうことっていうのも皆さんがお感じになるようなシーンもあります。その中には個人的な、ね、プライベートな部分で佐野さんももしかしたら感情的にあったかもしれないし、でもいろんな部分が入ってる。だから16スイート16って言ってるんだけど、その後の人生っていうのがあって、92年3年までが収められてるわけです。そうするとね、これを一体にして聞くとすごい、なんか一つの大河ドラマ顔負けぐらいのストーリーを音で感じていただけると思うんですよね。だから私はこれを、これだけ完璧なバージョンでいろいろと、まあ途中ベスト版に例えば入った音源とかも、あったりしますけれども、その中でこう変化していくっていうよりも、その時代で見た音とかミックスとかいろんなものを総合的に感じられると思うんですね。だからスイート16が今の時点で、まあ、これ以上のものがあるかどうかわからないけど、完璧にその周りのものっていうのを感じて知っていただける。だから難しく考えることはないんです。丁寧なこの素晴らしい評論家の方々の解説も入ってますし、あ、その解説を読みながらっていうのもいいし、そしてね、この、最後のナンバーなんかは矢野顕子さんのね、こう声、素晴らしい声、その前にショーンとかショーン・レノンとか、それから小野洋子さんの声とか入ってくるんだけども、もう終わり方まで全てがまずタイムトンネルに入って、いろんな場所のいろんなものを見せてくれて、エンディング矢野さんの声がまたいいわけです、これ終わりに。でもそれは佐野さんの世界でもあるし、なんか私はね、個人的になんか自分のあの世界、タイムトンネルにも入れるような、そんなアルバムだと思うんですよ。だから皆さんがそれぞれ送ってきた違う人生も、なんか佐野さんの人生と全て被るとか、実際に被るっていうことじゃなくて、だからもういろんなものが詰まってるっていうのを多分感じていただけると思うんですね。私がそうなったから。だからタイムトンネルから入って気持ちよく出てくる、突然出てくるっていうのは矢野さんの声が入ってたりするんですけど、それをぜひね、皆さんで感じていただきたいなと思います。このボックスセットにはボックスセットの意味があります。そしてもうこれ、もう完璧なライブのバージョンとか、これはレコーディング、あ、例えばあのスイート16の楽曲だけで言うと、このレコーディングバージョンを聴くのも良しです。でもこの実際生歌というか、それを聴くとまた違うんですよ、全然。こんな息遣い違うんだ。あ、こういう、お客さんの前でこういう風に歌うのかっていう。まあ、他のライブ版もそうなんですけど、その素晴らしさ、この時の素晴らしさっていうのを、このアルバムの制作の過程の間にある、ツアーの間にある、それをぜひ聴いていただきたいなっていう風に思います。そのためには映像もついてますし、今まで公開されてないもの、これ、もう完璧です。ぜひ皆さん、楽しんでいただきたいと思います。